福祉神社は、富士山の標高3715メートルに位置する神社。富士登山道の吉田口と、椿陸地川の頂上にあたる。富士山本宮浅間大社の抹社であり、東北奥宮とも称される。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の富士山域の一部である、山頂の信仰遺跡群の一部として、世界文化遺産の構成要素に含まれている。もともとは、 薬師堂と呼ばれていた。椿里浅間神社が薬師堂の会長、入りなどを行っていたため、基本的には椿里浅間神社が管理していたものである。気候などの影響により建物が朽ちていたため、元禄十五年には浅間大社が薬師堂を造営している。しかしこの入りの権利などをめぐり、大宮と椿里が争った経緯などもある。安永の総論においては、 安永8年の幕府再居場により、薬師堂の会長や扉の封印は、ばしり浅間神社官主が取り計らい、浅間大社の僧侶による会長の際は、銭に2 0 0分を受け取ることなどが決められた。薬師堂という名は、廃物希釈により解明され、それと同時に、浅間大社の抹茶として管理されることとなり、現在に至る。神社秋からの長望入り口には、狛犬、富士山頂上、 朝刊大社、奥宮と書かれた石碑が立つ。吉田口と椿陸口川の頂上に当たるため、人々で賑わう。当神社から見て、南西方向にある県が峰は、河口の反対側に位置しており、到達するためにはさらに800メートル以上を歩く、必要がある。最高標高地点までのルートとして考えられるものは、以下の3ルートである。 五殿場口頂上、富士山本宮浅間大社奥宮を経由するコース金、名水、雷石を経由する内輪コース釈迦の和霊石を経由する外輪コース。ありがとうございます。